2005年12月インドを旅しました。こちんにいます。見学をしてコモリン岬に行きます。朝食です。外からホテルを見てます。下には植物があります。出かけます。1555年にできたダッチパレスに行きます。1663年にオランダの総督の邸宅となっております。チャイニーズフィッシングネットがありますね。クリスマスの飾り付けを売っております。この湖で1時間ほどクルーズをします。こういう船がたくさんあります。冷房のあるものや本当に豪華なものからあるんですね。両側は民家で豪生活の拠点としてますね。いや、こんな船がたくさんありました。船を作ってますね。いや、狭いとこですよ。洗濯をしている姿が目の前に見えます。1時間のクルーズも終わりになります。昼食です。昼食も3時間経過。いや、男性はね、外で青空ですよ。だんだん暗くなってきました。もう昼食も8時間経過。22時、コモリン岬に着きました。